こんにちは、松本直之です。今回は自分自身のその立ち位置を把握するっていう話をしてみたいと思います。私動画でこれたくさん動画出してますけども、その中でいわゆる農薬を使っている農法、観光農法を擁護するような意見を言うことがあって、まあ、そういう動画何本かあるんですけども、その農薬は悪いもんじゃない、使い方次第ですごく有効な資材ですよっていうような話を、まあいろいろとお話ししてるんですけども、そういう動画をご覧いただいた人の中に、なんであなた有機農家なのになんで農薬を肯定するんだと、なんで擁護するんだ、もしかして本当は農薬使ってんじゃないのっていうような、まあコメントをいただくことがあって、そういう意見をまあ書かれる人っていうのは、おそらくその俯瞰力というか、自分自身がどういう立ち位置にいて、高い視点から自分自身を見ていないから、多分そういう意見が出るんじゃないかなっていうふうに私は思うんですけれども、このいわゆる俯瞰力、高い位置から自分を覗き込むっていうことは、実は非常に重要で、これができないと、やっぱり極端な方向に行ってしまいがちなんですよ。有機の人は特にそうです。無農薬とか無化学肥料で、もうなんだったら無肥料でって言うと、やっぱりセンセーショナルな感じがするので、周りがわーっと騒ぎますし、チヤホヤされることも多かったりするので、どん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 そっちの方に流れていくんですよ。極端な方へ極端な方へ流れていく傾向があって、でも社会全体を見て、農業全体を見た時には、そのポジションってどうなのっていうところもやっぱりあるんですね。で、それは高いところから見下ろしてみないと分かんなかったりしますので、この俯瞰力を身につけるために、じゃあ何をするかっていうところで、まあ自分の立ち位置を知るために、両極端の意見をしっかりとまずは受け入れましょうっていう話を今日はしてみたいと思います。有機農業っていうのは結構今世の中でもだいぶ認知されてて、割とチヤホヤされている、まあ農法なんですけれども、これっていうのは、もちろんその農薬が悪だっていう意見をベースに成り立っているところもあって、そういう意見ってもういろんなところから情報が入ってくるんですよ。その本を見れば農薬はダメだ、有機農業素晴らしいっていうような本たくさん出てますし、そのテレビでいわゆる無農薬で育ててる農家ですみたいなのをすごく美しく映像として出されることもありますし、その食の安全とか環境問題とかの講演とかに行ったりすると有機農業素晴らしいとかって言ったりもするので、入ってくる情報でそれを狙って選ぶようなことをすると、農薬は良くないものだみたいな意見ってたくさん出てくるんですよ。で、そういうものをどん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 つまんでいくと、まあ、よくある農薬は良くないっていう有機農家が、まあ、出来上がってしまうわけですけども、これ、情報っていうのは自分で選べるわけで、農薬は安全です、大丈夫です、科学的に見て根拠があるものなので、使用をしっかりと守って使っていれば、環境にも問題ないですし、食べた時の安全性も全く問題ありませんっていう、そういう意見もやっぱりあります。その環境に対する負荷もない、使うこと自体は全然問題ないですよっていう、生産性も上がります、安定して収量を確保することができるので、結局食料問題の、まあ、解決にもつながりますよっていうのは、そういうようないろんな意見、プラスに捉えるような意見っていうものも情報としてやっぱりあって、それはその農薬悪だっていう自分自身の先入観があるから、そういうプラスの意見の本とか、まあ話を受け入れてないだけなんですよ。で、大事なことは、農薬が悪いっていうことを前提にした情報を、もちろんそれはそれで結構なことなので、自分の中に取り入れるべきだとは思うんですけど、これとは全く反対の意見、
農薬は全然問題ないです。安全なものです。環境にも負荷はそんなに大きくありません。技術は進歩しているので、どん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 農薬事情っていうのはすごく良くなってるんですよっていうような意見も自分自身取り入れてみるんですよ。全く反対側の意見も自分自身取り入れてみて、で、その両極端な意見を自分の中で、まあ混ぜ合わせてというか解釈をして、じゃあ自分はどのポジションに立ったらいいだろうか、どういう考え方で農業をやっていったらいいだろうかっていうところを、まあ突き詰めていってほしいと思うんですよ。そうすると、その農薬の良さと悪さが分かって、じゃあ自分自身は農薬とどう向き合っていいか、向き合っていったらいいかっていうことは分かってくるので、その例えば、いや、無農薬でやってる有機農家なのに、農薬を擁護するみたいな、こういう変なやつができてくるわけですよ。そもそも農薬がいいか悪いかっていうのは、もちろんデータとして出てますけど、そのデータをどう読むか、で、自分自身の中に基準をどう持つかっていうことによって、それがいいか悪いかって判断は、やっぱ変わってきてしまうんですよ。で、こういう話の、まあ極端な例で言うと、地動説ってありますよね。今は地動説。要は、太陽を中心に地球が回っていて、自分自身のその住んでる地球が動いている。地面が動く地動説っていうものが、まあ、信じられていて、これも本当かわかんないですよ。今のところの科学力では、まあそういうふうに言われてるっていう話なんですけど、この地動説が出る前っていうのは天動説でしたよね。要は地球があってそれは動かない。太陽が動いているんだっていう。天が動いているから、その空の天体が動いているんだっていう話が、昔はそれが当たり前だったんですよ。常識だったんですよ。でも、まあある時、お偉い人が、いや違うんだと。少数意見として、もう左翼的な極端な意見として、もう弾圧されて裁判にもかけられるような、そういう極端な意見を言った、地動説なんだよって言ったような人が出てきて、ある時突然常識がコロって変わったわけですよ。だからまあこれは極端な例かもしれないですけど、歴史の中でそういう事実っていうのはいっぱいあって、で農薬ももしかしたらコロって変わる可能性もありますよね。まあもちろん今は主流が観光農法、農薬を使った農業ですので、これが正しいと思われてる農業っていうことだと思うんですけど、じゃあその農薬が、まあ安全か危険かっていう議論がある中で、決定的に、いや、これは環境に良くない、農薬を使うことはやっぱり良くないんだぞっていう意見にコロッと変わる場合だってあるわけで、まあそうなると有機農業者はまあその他大勢になってくるわけですけども、まあこの辺のそのいわゆる常識って言われている部分は、その時々の状況で変わるっていう部分がまず一つあって、でだから何を信じるかっていうと、やっぱり自分自身を信じるしかなくて、その極端な意見プラスとマイナスの意見を両方取り入れた上で、じゃあ自分はどこに身を置いたらいいのかっていうところまでしっかりと考えてみてほしいと思うんですよ。まあこの両極端な意見を知って、自分自身の立ち位置を確立するっていう、これはまあ言うほど簡単ではなくて、自分が持っているこっち側の意見、正しいと思っている意見と全く反対の意見を取り入れるっていうのは、やっぱり結構苦痛が伴うんですよ。で、まあ苦痛が伴うんだけども、やっぱりその道で長くやっていきたい、農業を一緒の仕事にしていきたいって思うんであれば、やっぱりその、しっかりとたくさんいろんな意見を取り入れた上で、自分のポジションを確立して、で、自分の意見を人に話せるようになるっていうことは非常に重要だと思いますので、まあそういう意味でも、本当に両極端な意見、取り入れてみてほしいと思います。参考になれば幸いです。どうもありがとうございます。